はい、本日はですね、夏に履くショーツのダサい色は何だということでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、以前視聴者さんにアンケートを取らせていただきました。夏のショーツやったらどういうのがダサいですかとかっていうのをアンケート取らせていただいたんですけども、まあ、ショーツというと、やっぱどうしてもパタゴニアっていうイメージがあると思うんですね。で、ここにはパタゴニアのバギーズショーツもあれば、ロングもあるっていうことで、これ全部パタゴニアのバギーズパンツです。全部ね。で、それで、どういうのがね、ダサいと思われてるんか、まあ自分が履こうと思ってるから、それが一番ええんやけども、まあ、人によって似合う似合わへんってあるじゃないですか。例えば僕が今履いてるこういうベージュ系ね、これ結構人気の色なんやけども、僕はあんま似合わないんですよ。だからこうやって見てもらったらね、確かにあんまりタクト似合ってないよなと。まあ多分髪色とかの相性もあると思うんやけども、黒髪の方がね、多分こういうの似合ったりするんかなと思うんですが、まあ一般的にはどういうものがね、似合う似合わへんとか、求められてるのかっていうところをね、お話していこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、カラーリングでいきます。ダサいカラーリングっていうのをトップ4からいきたいなと思います。4、3、2、1っていう順番でね、行こうと思います。実は昨年も似たような企画やってて、昨年は全く逆。何かというと、最も人気あるやつ。だから上位人気あるやつが何なんかっていうのをやったんですけど、今回はダサいという回の方をね、調べさせていただきましたので、ご紹介して着用していきたいなと思います。ではですね、まずは一番最初、トップ4からいきたいなと思います。メンズが思うダサいバギーズのカラーは、こちら、パープルというね、色味が出てきました。まあ、こちらの色味ってどうなんですかね。前回、昨年アンケート取った時はね、そんなに、まあ、不人気っていうわけではなかったんですけども、まあ、一度履いてみましょうか。はい、と、まあ、こんな感じでね、履いてみました。どうですかね。まあ、はっきりしてる色ははっきりしてる色ですね。多分上、白 T とかよりも、どっちかって黒の方がね、合うんちゃうかなと思ったりします。この黒 T とかで合わせた方が、なんかかっこいい感じにはね、なるんちゃうかなと思ったりするんですけども、まあ、いかんせん去年から考えたらね、だいぶ僕太ってますので、去年、一昨年ぐらいからね、考えたらだいぶ太ってますので、これ XS で履いてるんですけども、ちょっときついですね。XS はちょっときつい。S サイズぐらいでちょっときついんやけども、まあ色味的にね、こういう感じの色味が、まあちょっと合わせづらいんじゃないかなというお声はいただいておりましたが、まあこれはね、メンズの中でも好きな人は好きなカラーリングかなと思いますので、まあまあそこまで不人気っていうわけじゃなかったんですけど、一応第4位ということになっておりました。ではね、次第3位に行きたいなと思います。ダサいカラーリング第3位というのがこちら。黄色オレンジ系という色味がね、ランクインしてきました。さっきのパープルよりもちょっとぐんとね、票数は多かったんで、確かにこの色味っていうのは派手は派手ですよね。なので一見こう難しそうに見えるっていうところがね、あんまり人気のないカラーリングの秘訣なんかなと思ったりするんですが、ちょっとこれも一回履いてみましょう。これ今年バージョンですよ。黄色の今年バージョンなんやけども。はい、こういった感じになってますね。これ意外とね、僕と同じパーソナルカラーの方、オータムの方ね、これ黄色めっちゃ合わせやすいんでね、オータムの方におすすめやけど、まあみんながみんなおすすめってわけじゃないんでね、まあどうかなと思いますが、こんな感じですね。で、よくね、これ毎年よく聞かれるんやけども、すね毛剃ってるんですかってよく聞かれるんですね、僕ね。もうそもそも生えてるんですよ。汚いから、あんま見せたくないんやけども、汚いから生えてるんやけども、体毛薄い系 YouTuber でね、やってるっていうのは以前からお伝えしてるんですが、まあ、それが原因かしてね、あんまり見えないんですよ。だから脱毛とかしてないんですけどもね、友達とかは結構濃い子はもう剃っちゃってます。もう脱毛してね、もうツルツルにしたりしてるんやけども、もし僕もね濃かったらね、おそらく剃ってるんちゃうかなと思います。人間いらん毛は剃るでしょ。ヒゲとかもいらん人は剃るでしょ。僕も最近ヒゲ剃ってるけどね、まあいらん毛はもう剃っていこうということでね、剃ったりはするんちゃうかなと思いますが、僕の場合薄いからもう剃ってません。でね、ちょっとすね毛トーク入りますけどね、すね毛ってまあ薄いか濃いかって言ったら、薄くて嫌がられることってまあないじゃないですか。とかない、ツルツルで嫌がられることがキモいと言われることはないんやけども、やっぱり濃いとね、ちょっと熱苦しく見えたりするっていう可能性はね、あったりするので、もし僕が濃かったらもう剃っちゃうっていうことでね、やっていったらいいんちゃうかなと思います。でね、ほんまやったらね、ここでね、いい脱毛サロンあるんですよとかやってね、いろいろ案件掘り込みたいところなんやけども、僕薄いから一切脱毛の案件来ないんですよ。なのでね、僕には聞かんといてください。僕はわからないんで。まあそんなところでね、第3位が、この黄色系ということになってました。次第2位に行きたいなと思いますが、人気のないカラーリング第2位というのがですね、出てきましたよ。ズドーン、柄物ということでね。意外と柄物1位じゃないのと、まあ僕は思ったわけなんですけども、この柄物がね、あんまりちょっと人気的にはどうなんかなということなんですが、これね、多分ご家族で見てはる方とかは、結構お父さんと息子さんで履いたりとか、あと女性もね、同じ柄出たりしたら、もう家族全員で同じ柄履いたりすることもあるじゃないですか。だから、一概に不人気っていうわけじゃないかもしれないんですけど、ちょっと一回履いてみましょう。はい、まあこんな感じなんですけどもね、いかがですかね。まあまあまあ、確かにどうなんですかね。僕
は結構ね柄物好きやからねあれなんやけども、パタゴニアの柄物っていつも僕あんま好きじゃないんですよ。でも柄は好きやから他のブランドとかで買ったりするんやけども、前もこれ動画で言ってんのかな、このねワイルドシングスのねパンツ買ったんやけどもね、ここのお店では黒しかなかったから、もう僕多分柄物買いますよなんて言ってたらね、今ちょうど届きました。柄物届いてないけど、こういうのもね好きやから買っちゃうんですよ。だから普段はこうシンプルな感じやねんけども、たまにこうちょっと柄ワンポイント入れようかなとかって思ったりはしますけどもね。ちなみにこの柄は去年のパタゴニアのやつなんで、今年はねまたちゃう柄になってるかなと思うんですが、まあ、あの世間的には柄はね人気ないということでした。ではですね、最も人気のなかったカラーリングっていうところ第1位をねいきたいなと思います。では最も人気のなかったカラーリング第1位というのはですね、ジャカ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 ジャンということで、こちらピンクになっています。まあ元を言うとね、この色味って実はピンクじゃなかったんですよ。ちょっと赤い、あの赤やけどピンク寄りの赤みたいな感じだったんだけど、もうこれ3年ぐらい履いてるので色が薄くなってほぼピンクになっております。でこのピンクっていうのが、ね、最も人気な方です。ちょっとこれも履いていきましょう。はい、とまあこんな感じですね。まあチャラくなるかキモくなるか、多分どっちかなんですよね。で別にまあキモくないことはないかもしれんねんけども、履く人によってはうわめちゃくちゃチャラいなってなってくるし、履く人によってはちょっとこれ2丁目新宿2丁目の雰囲気出てきませんかと、そっち系のバーのマスターに見えませんかっていう感じになってくると思うのでね、ピンク系は最も人気がなかったです。確かこれでも女子から見たらどうなるな、女子から見ても人気ないんかな、ちょっとわからないんですけどもね。まあ男子はね結構あんまり好きじゃないということでね、票数が多かったです。でね、逆に人気のあるカラーっていうのは、まあ去年やってるからもう去年と同等な同じような感じなんですけど、まあやっぱり人気あるって言ってくるとね、こういったネイビーとかはもう合わせやすいですよね。こういった白 T でもいけるし、さっき見たようなこう黒 T とかでもねパーンって合わせたりもできるんで、まあ何でも合わせれるっていうところで、まあ良かったりするし、あとそれがにやったらやっぱブラックとかね、まあもうこの辺もうこの辺も定番なんですよ。で絶対人気あるからね、もう聞くまでもないというような色味なんですけど、この辺がねランキングになっておりました。で、あの気になるのがこのバイカラーですよね。このバイカラーがどう見えるんかっていうところがね、あのまだ今年出たばっかりからまだ分かりませんのでね、また来年以降ぐらいね聞いてみたらね、ランキングで、ダサいとかいうかちょっと苦手なカラーで上位に入ってくるかもしれないんですけど、まあ、この辺がねバギーズの、苦手なカラーというかちょっとダサいんちゃうかなっていうカラーのねランキングということになっておりました。ということでまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。